さあ HP が23がなんと珍しい闇使っている。対するはガリンいつもの鋼。さあ闇はなんかリーゼよりもクラリーゼに似合いそうな気するなキャラ。さあガードしてマルテルの人たちジーハル解放あって、さあそれはダフェン高すぎて拾えなくて、さあ何かと思いきやリレーですね。先に実際なんか金属で振るときによくリレーですよね。マルテル3発目ガードガージャンから投げ決めてブラスト、闇のブラストは相手のマスにギーヤが行く。さあ、判定先に出たのはブレッザー、ゲージを止めて、さあ、ガーキャンナイフォロー効かなくて、あと1回何から終わるか。さあ、これは決まっちゃうんじゃないの。 4C、さあ、4C の方だった。 4C が決まるってことは、ブレイズ決まったけど、おっとさあ、トーク、ここはスペート飛び中断。覚悟はできてるんだろうな。先生はチョコアンパン。さあ、ドブライクカウンター、これだよ。さあ、ジャンイー、シーズメルカーにズイヘル。さあ、クーだけ、ケミガリ、あ、つながるか。さあ、7エコだ、きっちりダメージ取る。さあ、たったあれだけで、たったあれだけでこのダメージ。さあ、再びコンボ決めて体力逆転するもん。さあ、足に引っかかる。おっと回していたガーキャン、後ろガーキャンからフラバゲー、これやること。さあ最終ラウンドだがゲージを見ると圧倒的にクラリーゼ有利。なんかゲージ量長いどうとでもなるとこのゲーム。さあ総裁総裁の末の投げ、さあ来ますよ。おっとさあタイミングずらした、登りタイプ見えていてカウンターでどんどんダメージ取っていく。気がつけば体力キラが有利になっているが、さあウルスミット、ここに耐える逆転、落としてマルテル、さあ厳しい状態、打てるわけがない。しかしここでクルフのボミングライド確認して、これはうまい。さあ見えないってだから、何様のつもり。おっとこれはボミングなくて後ろ。さあ4シーンキャンセルが出ない、わからない。さあクライチホミング1本、キラもホミング0本、2名。あー最後その結末はあっきなくも見事でした。勝ったのはチョコアンパン。なんか恥ずかしそうだ、本人恥ずかしそうだ、キャラさ感じる。無理やろこの組み合わせ。73でチョコ、ガリガリとチョコは73でチョコ。じゃあ、何やったっけ、有馬奈々さんと、ナオトハートかなですね。お互い闇を選択。もう、クラリーチェ無理やって。クラリーチェ作ったやつ、クビになればええのに、ほんまに。クラリーチェとウルマ作ったやつはクビになったらいいと思う。桜井通る。もうアルカナ3なんていらないよ。さあ、始まっている。愚痴している間に始まっていた。ナオトハートが攻めて、早くも体力 4.5 割飛んでいる。カムイ、なぜか体力が少なくなってしまった。フルの頃は一番硬かったのに。さあ、攻めていくのはトミーカム。ここで中断かかって、2ループ。そして闇設置。画面端に追い込まれたカムイ、どうする。ジャンプ 4B カウンター、しっかりホーミングで繋ぎ切って勝ったの、一本取るのはナオトハート。さあ第2ラウンド、ナオトハートさっきゲージ使ったがゲージがたっぷり残っている。この2本どう使っていく、前出しはばき、これは新しい。5位最大ため見せて闇裏回りだが 4D でしっかり避けていた。
固める、しっかりに最大溜めと通常を見極めて守護昇竜、そして必殺キック、マルテルンと3ゲージ使っていく。だがしっかりガードできているトミーカムイ、やはりマイナス A ランクの人物はガード性能が違う。幅切り固めていくビーム、ダーキャンテンザからマルテルン、荒野ムーブをしていくトミーカムイ、ジャンペイで総裁取って、ジャンビーテンザ滅び、結構減る、追い返してきたトミーカムイ、ジャンペイ引っかかって何も繋がらない。さあ、あとはお互い牽制モード、ここで危ないところでフォース展開、ジャンプ 4D、 お互いマルテルンを出す、ジャンプ B ヒット、テンザ滅びゲージがなかった。おっ、ジャンプ 4B 当てて勝ったのはナオトハート。じゃあ準決勝をやります。誰や、ガードは E ボタンさんのクラリーチェとマブシンさんのメイファン。この組み合わせ何やったっけ、予選で見た気がする